リアルトはアメリカ合衆国カリフォルニア州の南部サンバーナーディーノ郡に属する都市である。2010年国勢調査での人口は99,171人であり、2000年からは7.9%増加した。市内には4つの大きな地域物流センターがある。そのうちの1つはステープルズであり、アメリカ西海岸全体の店舗を対象に配送している。 その他の物流センターはトイザラス、フェデックス、およびターゲットであり、市内北部ラスコリナスのコミュニティにある。アメリカ合衆国最大の花火会社、パイロスペクタキュラーズも市内に本社がある。1907年に建設された最初のキリスト教会、現在はリアルト歴史教会リアルトの地域で考古学者が発見した古代の人工物からは、 西暦1500年以前に人が住んでいたことを示唆している。その人口ものは現在リアルト歴史協会に保存されており、1500年から1800年の間に空ラノくインディアンが住んでいたことを示している。これらの民族が最終的にどこに行ったかについては、痕跡が残っていない。1851年、マウンテン家がルゴ家のランチョサンバーナーディーノの一部を購入し、 その他にも後にリアルトとなる場所の一部について所有権を主張した。この主張はアメリカ合衆国連邦政府から認められなかった。19世紀初期から長年にわたって多くの目的に使われた一軒のアドベの建物が現在もリアルト市内に建っている最古の建造物であり、元はライラック公園と呼ばれていた現在のバドベンダー公園に移築された。 リアル都市はこの建物と公園の小さな土地をリアルド歴史協会に年1ドルで貸している。1887年、アッチソン・トピカーサンタフェ鉄道がサンバーナーディの市とパサデナ市をつなぐ連絡線を建設した。この線に沿って2600ヤードごとに町を建設する用地が設定され、その年の秋までに25個の新しい町が建設された。 これと同じ年にアネッタイと地水会社が結成され、不動産、水、水利券の売買を行うようになった。1888年秋、最初の学校が建設され、ブルック教育学区が創設された。その後の記録でこの学区は1888年の極端期間を除いて、1920年まで活動を続けていた。 リアルトの著名人トラップ家が1921年に最初の校舎を購入し、建物を改修して家族が住んでいたが、火事のために消失した。1891年にリアルト教育学区が結成された。その要因は二人の教師と一人の校長であり、少年少女を教えるそれぞれの専門分野を持っていた。歴史的なパシフィック電鉄の駅。 現在はレストランになっている1907年に商工会議所が設立された。それから4年間で人口は1500人、事業所は40となり、地方新聞が一つ割った。商工会議所は1911年春に法人化された。同年10月31日に行われた住民投票では、 市政執行に賛成票135対反対票72という結果になった。1913年にフットヒルブールバードが補修され、大陸横断港規格道路の一部であるアメリカ国道66号線になった。1914年、ロサンゼルスのパシフィック電鉄がリアル都市を通るサンバーナーディーの線を開通させ、リバーサイドアベニューでリバーサイド線と接続された。現在、 第一通りから上の軌道はユニオンパシフィック鉄道の一部でありリバーサイドアベニューにあるパシフィック電鉄の駅は区間のレストランになっているリアルトに残る有害者1920年代の火事で街の中心街にあった多くの建物が怪人に返した1990年代後半水道局の役人が上水道の水に含まれる 火炎素酸塩の量が他の州で推奨される安全基準の800倍にも達していることを発見した。この汚染は町の飲料水用意度のいくつかにも染み込んでおり、1950年代と1960年代にグッドリッチ、コーポレーションとブラックデッカーが所有していた工業用地の土壌に捨てられたものによる可能性が出ている。両社協に 国防総省との契約で武器製造装置を運転しており大量のロケット燃料を使っていた。この工場の元従業員によれば創業中にロケット燃料が装置から漏れることが多く、また従業員は定期的に工場背後の漏水防止処理をしていない穴にロケット燃料を捨てていたとのことだった。何年にもわたる交渉が続いたが、グッドリッチコーポレーションと ブラックデッカーは、リアル都市北部の環境から、有毒物質を取り去ることに合意していない。学術研究によれば、汚染された井戸で計測されたような量の火塩素酸塩を摂取した場合、注意力欠如障害や学習障害を起こし、IQ を下げる可能性がある。汚染された井戸は使えず、滑水とシリアルとは、飲料水不足の瀬戸際にある。住民は、 汚染を引き起こした者に水を浄化するよう求めるために水道量の引き上げを飲む必要に迫られてもいる。2005年9月13日、リアルト市政委員会はリアルト警察署を解体し、サンバーナーディの軍保安部と契約を結ぶ決議案を承認した。それから間もなくサンバーナーディの軍裁判所がこの変更のための投票が秘密のうちに、 行われたとして差し止め命令を発行した。その結果、市政委員のエド・スコットとウィンフレッドリー本選がリコールの対象になった。2006年3月、市の指導者たちは警察署を維持することを決めた。1994年、リアルト・ウェスタン・リトル・リーグがライラック公園で南カリフォルニア選手権を開催し、その優勝チームが地域トーナメントに進出した。 その勝者がノースリージシティリトルリーグであり、ペンシルベニア州サウスウィリアムズポートで開催されたリトルリーグワールドシリーズに進出した。リアル都市の人口は1950年までに3156人になっていた。これが1956年には15359人、1964年には23290人。 1978年で33,500人と増加していき、1994年に8万人、2000年に9万1,873人となった。リアルトの地域は幅4マイル、長さ8.5マイルある。市のウェブサイトによれば、スーパーウォルマートの建設が交渉中である。建設するとなれば、現在、ウォルマートの店舗がある市の南部に建設されることになる。 リアルとは、北緯34度6分41秒整形117度22分57秒、北緯34.11139度整形117.38250度、34.11139-117.38250に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は21.9平方マイルであり、 このうち陸地は21.9平方マイル、水域は0.01平方マイル、水域率は0.05%である。リアルとは地中海性気候のいくらか冷涼な部類に入り、これは大陸性の地中海性気候の特色でもあり、雨が降り冷涼か,から寒冷な冬と暑く乾燥した夏が特徴である。南カリフォルニアの他地域と比較して、冬は霜を伴って寒く、朝は 寒冷な気温となることが多い。また、夏は特に乾燥した気候となり、大流圏の雲が形成され、にく,く、アメリカ海洋大気局の科学者が、クラスオレンジと呼ぶ、温度上昇がある。年間平均降水量は16インチであり、毎年雨、氷及び少量の雪が降る。降水量の大半は冬に発生する。冬季にリアルトの最北端の地区には、降雪があり、 海抜3000フィートの地域では時として大量の雪が降る。しかし、市内の大半は降雪域を外れている。リアルトだけでなく、サンバーナーディの都市圏でも季節によってサンダーな風が特に強く吹くことがある。これは秋に暖かく乾燥した空気が近くの花本、峠で通り道を狭められるからである。この現象は、丘陵部。 渓谷及び山岳部での山火事の危険性を著しく高めており、冷たく湿度のある冬と乾燥した夏のサイクルが助長している。以下は2000年の人口推計データである。リアルトの犯罪発生率は1999年から2007年まで毎年全米平均より高かったが、2008年には下回った。2006年時点で、 住民千人に対する警官の数は零点八九であり、全国平均より三分の一少ない。カリフォルニア州議会上院では、第三十二選挙区に属する。また会員では、第六十二選挙区に属する。連邦議会会員では、州第四十三選挙区に属している。クック投票動向指数では、民主党プラス十である。二千八年時点ではすべて民主党議員が代表を。 勤めている。リアル都市は、週刊高速道路1 5号線と道20号線の間にある。統計によれば、市内労働者階級の約55%はその仕事場まで10マイル以上を通勤しており、およそ13%は、ロサンゼルス市とサンバーナーディーの市に通勤している。メトロリンクのサンバーナーディーの線を使えば、ロサンゼルスまで片道1時間20分。 サンバーナーディの絵は5分から7分である。これを週間高速道路10号線、または道2 1 5号線を使って車で移動した場合、交通量や運転速度によって45分から2時間かかることになる。リアル都市の公共教育はリアルと統一教育学区が管轄している。市の西部は本棚ンタナ統一教育学区、南部は コルトン共同統一教育学区が管轄している。週刊高速道路210号線のアルダーアベニューとリンデンアベニューの間は何度も映画やテレビ番組の撮影場所になってきた。2007年の映画トランスフォーマー、同じく2007年のフォックス放送のテレビ番組ドライブ2009年の映画ハングオーバー。消えた花婿と史上最悪の二日酔い。 さらに UPS や自動車のコマーシャルなど多くの高速道路シーンがここで撮影された。NBC の2001年のテレビ番組フェアファクターでは週刊高速道路2 1 5号線の未完成の部分をその有名な綱渡りシーンで使った。ハンフリー・ボガートの古典的映画三つ数えろではエディー・マースの妻が隠れるチョップショップがリアルトにある。 リアル都市の栄誉の伝道会館式が2007年11月17日に行われた。2007年の殿堂入り2008年の殿堂入り2008年11月18日2009年の殿堂入り2009年11月19日。ありがとうございます。